アンナ・マリア・バーグナー。2019アンナ・マリア・バーグナーは、ドイツ出身の柔道選手。階級は 78kg 級。2014年の世界ジュニア 78kg 級で5位となった。2015年の世界ジュニアでは、個人戦、団体戦ともに3位になった。2016年のヨーロッパジュニアと2017年の U23 ヨーロッパ選手権では優勝した。 2018年のヨーロッパ選手権個人戦では3位だったが団体戦では優勝した。2019年にはグランプリマラケシュとグランプリアンタルヤで優勝するとワールドマスターズでも3位に入った。2021年にはグランドスラムテルアビブとグランドスラムカザンで優勝した。世界選手権では準決勝で元世界チャンピオンの梅木真美を技ありで破ると決勝では 世界チャンピオンであるフランスのマドレーヌ・マロンガを内股の技ありで破って優勝した。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝で浜田直里に腕座十字型で破れるも3位決定戦でキューバのカリエマ・アントマルチを技ありで破って3位になった。混合団体でも3位になった。アイフ世界ランキングは6352ポイント。 獲得で1位。ありがとうございます。